いいこと思いついた。ネギキュラー、あいつ殺すのやめよう。ほう、なぜかな。ハート王国の英知は滅ぼしておくべきだと思ったが。そんなのどうでもいいじゃん。こいつスペード王国に連れてく。思い出したよ、ノエルちゃんみたいな鎧の女と昔戦った。確か、あ、アシエちゃんだ。楽しかったな。そん時アシエちゃん、子供を人質に取ったらものすっごく強くなったんだよね。こいつを人質に取ればノエルちゃんももっと強くなるでしょ。なんかよくわかんないんだけど、大切な友達なんだもんね。ね。私の手元に置いとけば誰も文句ないでしょ。まったく、君は興味深いよ、バニカ。それじゃあこんなとこもう用ないね。ロロペチカさん、ノエルさん。バニカ様、もうスペードに帰るのですか。ちょっとだけ待ってもらっていいですか。もう少しでこの子を。キモいから話しかけないでくれる。っていうか、あんたらもういらないわ。え？呪符魔法、暴発する命。あ、魔力が膨れ上がって。わ、ニカ様、何？呪いの爆弾。あんたたちダークディサイクルに渡した悪魔の力を爆発させます。ちょ、バニカ様、バニカ様、そんな、私から頼むよ、バニ。ここら辺一回吹き飛んじゃうけど、もちろんノエルちゃんなら耐えられるよね。それじゃあスペード王国で待ってるね。強くなってよ、ノエルちゃん。バニカカグはやっぱアスタのアンチ魔法だな。どうにか奴にアスタの剣をぶち当てるしかねえ。やっぱり俺が足を引っ張ってる。闇団長のおかげでどうにか戦えてる。半年の修行の成果もあいつには通じなかった。もっとだ、もっと楽しませる。そのすべてが私の閲楽のための供物だ。俺の中にある俺自身が知らない力全部使うくらいじゃねえと。なあ、見てるんだろ、悪魔。いらっしゃい。なんだお前は。なんだと、セリア、お前の一番近くにいたっていうのによ。思い出した、前にもこうやって会ったな。そん時と雰囲気違うけど。殺す、殺すやがる。嘘さえ、殺す。さっきお前の怒りが伝わってきた。理由は知らねえけど、お前もあいつのこと倒してんだろ。本当はもっと早くこうやってお前と向き合わなきゃいけなかったんだと思う。これからそうしたい。だから力を貸してくれ、頼む。ギッギッギ、いいだ。
悪魔の真の力を分けてやる。ただ今のままじゃ無理だ。それ相応の代価が必要だ。代価？お前の体の一部をもらおう。ゲゲゲ、悪魔の取引ってやつだな。それでもいいか？たとえ悪魔になっても、どんなものに手を出しても限界を超えなきゃいけねえんだ。お前がいねえと勝てねえぞ、マスター。俺にとってそんだけの言葉なんだ、あの言葉は。ここでやれねえやつが魔法手になれるわけがねえ。お前面白い、うちの団に来い。そしていつか魔法手になってみせる。魔法手になる。その前に俺は闇団長の信頼に応えられるやつになりたい。いいだろう、寝てやる。重力魔、重力得意点。ヤスタの攻撃を警戒してんね。あの右手からアンチ魔法の力が出てんのか。ヤスタの攻撃がダンテにクリーンヒットすれば勝てる。やりやがったな、ヤスタ。そんじゃ俺もさらに決まるぜ。闇団長こそ。めちゃくちゃに動いてるんだけど、息が通じ合ってるような。
状況なのに楽しそうにも見える。それでも それでも最後はその全てをひねりつぶして私が勝つ。てめえが終わりだ。よくやったな、アスタ、この野郎。あざす。あたぼよ。か、勝ったの。俺は。ゴーシュ君。ああ。ゴーシュ君！いや、わかった。おい、グレイ。何謝ってんだ。あら、何あの二人ったら。ん？どうしたんですか、ヤミさん。死にかけてるとはいえ、あいつしっかり拘束しとかねえとな。あ、確かに。ハイパー苦労かけさせやがって、このガチヤバストーカー野郎。ま、敵のトップの悪魔付き捕まえたんだ。めでたしめでた。ああ、もうくたくただよ。早くベッドに行ってください。
金色の夜明けの団長。この世界と冥府をつなぐもの、それはクリフォトの木と呼ばれる魔法の経路だよ。そのクリフォトの木を生むのに必要なものが冥域の闇魔法と世界樹魔法。魔力の揺れが気になり来てみれば、全ての命は我々の手のひらの上だ。あれだけ言っておいて負けていたら世話ないですね。空間魔導士か、あいつとの戦いの影響が残っている。早めに積んでおいてよかったか。そいつも積んでおきたいが時間だ。行かせるか。世界が終わる。団長！頼む！悪魔！もっと俺の体を持っていってくれて構わねえ！もう一度俺に力を貸してくれ！ダメだ。そもそもお前の体は動かねえし、今のお前の体じゃこれ以上の取引は成立しねえよ。取引は成立しない。お前が弱いからだ。フィンラル、お願い。ってラージュ、少しでも団長に触れることができれば。Oh!